アイベネス JEM ギターは深いカッタウェイ HSH ピックアップロッキングトレモロ24フレットのフラットスリムネックを備えた尖ったボディシェイプ1990年の米国のフェンダー HM ストラトスーパーストラトはフェンダーストラトキャスターを始祖とするハードロックヘビメタルに対応するために通常のストラトキャスターにはない特徴を備えたエレキギターである 従来のストラトキャスターに比べ、フレット数の増加、サイズの小さい、尖った外観のボディとヘッドストックの形状、様々な材、ハイフレットへのアクセスを容易にするための深いカッタウェイ、輪郭のあるヒール形状、ハムバッキングピックアップの採用といった特徴を有し、一般的にフロイドローズブリッジを代表とするロックトレモロシステムが多用されている。代表的なモデルだった。 ジャクソンギターズのディンキーモデルに習い、ディンキータイプとジャンルとして呼称されることもある。エディバンヘイレンのフランケンストラと赤塗装バージョン1980年代初頭にヘビーメタルの人気が高まったため、ギタリストたちは見た目とプレイアビリティの両方で新しいスタイルに適したギターを探し始めた。リッチー・ブラックモア、ウリ、ジョン・ロートとデイブ・マーレーといったギタリストらは、 フェンダーストラトキャスターを使用していたが、それぞれが自分の個々のプレイスタイルに合わせて自分の楽器に若干の改造を加えていった。ブラックモアはスーパーストラトの特徴を備えたギターを作った最初の一人である。当時入手可能なオリジナルのストックモデルの市販ギターのパフォーマンスに不満を抱いた彼は百七十四年のマンチェスターのコンサート写真に見られるように 彼のアクロバティックな演奏スタイルに合うハイブリッド楽器を作ろうとした。フェンダーストラトキャスターにもともと搭載されていたシングルコイルピックアップはノイズが多く、アンプをハードディストーションに駆動するために必要な出力もなかったが、フェンダーのフルクラムトレモロのボディ形状と広いピッチ範囲は彼にとって魅力的であった。その後、熱心な工夫を凝らしたエドワード・バン・ヘイレンは、 ブギーボディストラトキャスターのボディを組み立て、21、フレットの薄いメープルネックとハムスロットのギブソンフ、ピックアップをブリッジスロットに取り付けた。フランケンストラットとして知られる。このギターは、バンヘイレンのデビューアルバム、バンヘイレンで紹介され、アルバムのジャケット写真にも描かれた。このギターは後に赤に塗り替えられ、長年にわたっていくつかのカスタム巻きのものを含む、 様々なハムバッカーが搭載された。バンヘーレンの1977フランケンストラトが最初のスーパーストラトであると多くの人が信じているが、パーラメントファンカデリックのマイケル・ハンプトンは1970年代半ばから後半にかけてのバンドのツアー中に3つのハムバッキングピックアップとリバースヘッドストックを備えたサンバースト色のストラトキャスターをしばしば用いた。 このギターは1976年に撮影された DVD ジョージ・クリントンザ・マザーシップコネクションで見ることができる。ほどなく他のギタリストや弦楽器製作者も同様のカスタムを楽器に取り入れるようになる。多くの文献ではグローバー・ジャクソンを最初の影響力のあるギターメーカーの一つとして1981年にスーパーストラットのすべての機能を備えた。 カスタムショップギターを作り上げたとしている。後に、これらすべての改良点は工場で生産された、ジャクソンソロイストモデルに統合されることとなった。1983年から1984年頃にかけて、クレーマー、ジャクソン、シャーベル、ヤマハ、アリア、アイバニーズ、ヘーマーなどの企業が市場の需要の高まりからスーパーストラトデザインギターの大量生産を 開始しました。ヘビーメタルの人気の高まりは、より薄くて、用途の広いネックと、安定した、トレモロシステムを要求する高速で複雑な、テクニックを採用した、新世代のギタリストにつながりました。この特定の聴衆に販売されたギターのいくつかの、例は次の通りである。1980年代の後半、マーケティングの成功により多くのニーズを得たほとんどの、 ギターメーカーは大量生産で少なくとも一つのスーパーストラトモデルを製造していました。この記事の他の場所で言及されている会社以外のスーパーストラトモデルのメーカーにはフェルナンデス、シェクター、カービン、ESP 等があります。フェンダーコンテンポラリーストラトキャスタージャパン、スーパーストラト市場でのフェンダーの試みの一つ、フェンダーは1980年代半ばに スーパーストラトの流行に対応し、標準的なストラトキャスターに基づいた多くのモデルを生み出しました。フェンダーはまた1989年から1993年まで、フェンダー、ハートフィールドの名前で、タロンのようないくつかのスパーストラットモデルをリリースした。ギブソンは、スーパーストラトからインスピレーションを得た、いくつかのモデルを作成した。ビクトリー MVX ヘッドストック。 調整可能な真鍮ナット及びロック式セルフトリミングマシンヘッド付き1990年代の初めから中頃にかけてグランジ、ニューメタル、オルタナティブメタル、その他のスタイルが支持されヘビーメタル、特にシュレッダーの人気が低下しました。それに伴いスーパーストラトの人気も低下し新しいスタイルにより適したギターが支持されました。ターゲット市場の主要部分として スーパーストラットに依存していた企業は大きな損失を被り廃業したり大企業に買収されたりしました。それにもかかわらず、拡張、フレットボードスーパーストラットは2010年代半ばに特にメタルやシュレットのギタリストの間で人気があり、あらゆる規模のギターメーカーによって生産されています。さらに、フロイドローズトレモロシステムや特にハムバッキングピックアップの組み込みなど、 スーパーストラトと強く関連するいくつかのストラトキャスターの変更はストラトキャスターバリアントとしてよく見られる22フレットボルトオンネック楽器の在庫から広く入手できるようになりました。公式のフェンダーストラトキャスターのいくつかのストックモデルを含むスーパーストラトではなく少なくとも一つのハムバッキングピックアップが搭載されたフェンダーストラトキャスターはファットストラトと呼ばれます。 2018年に利用可能なファットストラット構成は HSS、HSH HS よび HH です。ありがとうございます。